完全に行っちまってるぜ。担架持ってこい、担架。 D の井の時より数段気が入ってたな。どういうわけだ。選手としての礼儀だ。ん？神風といったところか。花山薫、可愛らしい名前ね。年齢は15歳です。誰に聞いても今最も強い喧嘩師は花山を置いていないと口を揃えていますね。随分と若い極道君だこと。バキの相手になるのかしら。あの子は超A級のトータルファイターなのよ。ただ喧嘩が強いだけでは相手として役不足だわ。この目で見ました。花山の最大の武器は握力です。その破壊力は思い出すのもおぞましいくらいですから。握力、面白そうね。気に入ったわ。バキにぶつけてちょうだい。わかりました。我が子を極道と戦わせる母親、そのくらいの愛情があっていいのよ。母親なんて。お好きな額を書き込んでください。無論これは栗谷川個人ではなく明沢グループたってのお願いであります。明沢恵美、亭主の死後総資産数十兆の明沢グループを相続した20世紀最後の玉残しが、なんだって二代目の腕なんぞ欲しがるんです。どうかそれ以上の詮索は。で、二代目に何を頼みたいと。花山さんと戦っていただきたい相手がおります。相手は13歳ですが。クリアガーさん、それ以上はお話にならない方が。二代目は大変気ぐらいの高いお方だ。この話は忘れましょう、お互いに。まして明沢恵美の名前がマスコミでもタブーとされているのは我々もよく存じておりますから。そうですか。てめえ、カジラ。花山さん、失礼は承知だが、私も子供の使いで来ているわけではない。あなたが波の15歳ではないように、その少年もまた波の13歳ではありません。多くの子供たちがエリートを望まれ、英才教育と試験に明け暮れるように、その少年も最強を義務付けられ、幾多の試練を体験しています。一流環境の中で一流コーチ陣のもと一流のトレーニングを続けてきました。少年とはいえ、その内容は決してやわなものではありません。つい先日も不良中学生100人を相手に37人を KO しているのです。花山さん、あなたにとってはどんなに強かろうがガキはガキでしょう。ですが。やろう、待て。花山さん、あなたが最強を名乗る限り必ずぶつかることになるでしょう。あの半間裕次郎と。半間の名を聞いて驚かれたようですね。当たり前だ。この世界じゃ最高の有名人だぜ。地上最強の生物と呼ばれる男をよ。さすがに力を信じる者たちにとって半間の名は絶対らしい。半間裕次郎は今私が話した少年の父親です。気がついた。大丈夫か。いって、あのユリさんは帰ったよ。君のことを心配してたけど、スケジュールは崩せないって。おい君、世界チャンプに負けて泣く中学生か。仕方ないよ、相手は世界チャンピオンなんだからさ。仕方ないだ。喧嘩なら誰にも負けたことねえんだよ。
拾っとけよ。どこ行ってたんだ、こんな時間まで。どこだっていいだろ。気になってな、昨夜の乱闘騒ぎ。普段いがみ合ってる連中が何だってわざわざ手組んでお前を潰そうと。母さん。母さんだと？お、お。俺のやり方でやるって決めたんだ。お、お。誰にも文句は言わせないし、あんたのジムにも戻る気はない。何もかも一流でも俺には。強くなりなさい、バキ。お父さんのようにもっともっと。大抵の13歳はわかるんだ。俺もこの世界長えからな。喧嘩っ早いやつはてめえを傷つけながら誰かにその傷を見てもらいたがってる。言葉の代わりに傷の多さで訴えてきやがる。だがおめえはそうじゃねえ。傷じゃねえんだよな。つまみ作ってくれてんのか。水を抜けばおからは軽量化できるんだ。わからねえな。やっぱりお前はわからねえよ。いいから打ち返れよ。神さんとちょっと会ってな。いいなあ、おめえのお袋は美人でよ。もっと強くなれか。なんでお袋さんと一緒に暮らさないんだ。ああ、うん。半端じゃ勝てない。パワー、スピード、テクニック、全て花から作り直さなければとてもあの男には勝てない。全部よし。ちょっと欲張りすぎたかな。いや、こんくらいでいい。ユリ・チャコフスキーとの激突。1ヶ月後、このスーパーカードが実現するのです。あ？まさか。一中の北沢君だね。ハンマ・バキについて聞きたいんだ。